株式会社ファンドブックは東京都港区に本社拠点を置く日本の独立系 M&A 仲介企業。株式会社バイゼルテクノロジーズの創業者でもある畑野幸治が2017年8月7日に設立した。設立3期目となる2019年度決算での売上高は約35.6億円。2017年3月。 株式会社バイゼルテクノロジーズの M&A 事業部として創業。同年8月、バイゼルテクノロジーズ社からスピンアウトし、同社の代表取締役であった畑野が代表に就任する形で設立した。主要事業は、日本の中堅、中小企業を対象とした M&A 仲介業。特徴として、プラットフォームを活用したマッチングと、 担当アドバイザーによる M&A 実務のサポートを組み合わせたハイブリッド型 M&A 仲介サービスを提供している。また、一人のアドバイザーが初期相談から制約までを行う一般的な M&A 仲介の業態に対し、ファンドブックは一連の業務を複数の部門で分業する独自の体制を構築しており、この体制を特化型分業戦略と称している。 従来の業態では、アドバイザー個人の能力に成否を大きく依存するため、これを解決するべく前日のビジネスモデルを導入しているとのこと。東京本社郵便番号105-0001東京都港区虎ノ門1-23-1虎ノ門ヒルズモリタワー24東京支社、郵便番号105-0001東京都 港区虎の門後の十二の十一インコメトロ神谷町、四大阪市社郵便番号五三ゼロのゼ0 0 1一大阪府大阪市北区大、深町一の一リンク数目田パッカイホワーク二千十七年三月、M、M&A プラットフォーム事業開始二千十七年八月株式、会社ファンドブック設立二千十七年10月虎の門ヒルズへ、オフィス移転二千十八年五月第三者割り当て、 増資を実施2018年7月 M&A プラットフォームファンドブックリリース2019年2月東京支社を新設2019年3月第三者割り当て増資を実施2019年11月大阪支社を新設2021年7月正午を株式会社ファンドブックに変更ブランドロゴ刷新ありがとうございます